プト大迫降りました。さあインターセプト森重、さあドリブル。今の森重は先ほど前半言いましたけども、あえて間を取りながらやってた守備のところから、今のはボールが緩い、チャレンジできる、まあ、その判断ができてインターセプトにつながったんですけど。さあ新井、新井どうする、カットイン、新井切り返した、新井のシュート、持ちながら対応してたと思いますね。変に食いついて近くなると足がかかる可能性もあって、少し余裕を持って対峙して、でもう一回切り返してもそれに対しての対応できてました。